さらに進化しました。エネチャージで培ったエネルギーマネジメント技術を磨き上げ、モーター機能付き発電機 ISG と S エネチャージ社専用リチウムイオンバッテリーを組み合わせたスズキ独自のシステムです。この S エネチャージは加速時に ISG のモーターアシスト機能を使って、加速性能はそのままに、モーターアシストによりエンジン出力の一部を賄い燃費を向上させています。また ISG のスターターモーター機能を使ってアイドリングストップ後にエンジンを再始動、エンジン再始動時の音が静かで快適なドライブが楽しめます。さらに軽自動車にふさわしいコンパクトなシステムとしたことで、ワゴン R ならではの居住性、利便性は今まで通りです。 S エネチャージと改良型エンジンの組み合わせにより、リッター 32.4 キロという軽ワゴンナンバーワンの圧倒的な低燃費を実現しました。 S エネチャージ搭載とともにデザインも大きく進化。さらに駐車時に便利な後方確認サポート機能をワゴン R スティングレイに設定。先進の低燃費化技術、S エネチャージ搭載、革新ニューワゴンR誕生。ワゴンRは従来のスズキグリーンテクノロジーに加え、さらに今回減速エネルギー回生機構 N チャージをベースに開発した新技術 S エネチャージを搭載しました。エンジンには摩擦抵抗を抑えた改良型の R06A型を搭載。 S エネチャージと改良型エンジンの組み合わせにより、軽ワゴン低燃費ナンバーワンのリッター 32.4 キロを達成しました。ニューワゴン R の CVT 車は全車エコカー減税の免税対象車です。新技術 S エネチャージには従来のオルタネーターの代わりに ISG を採用しました。 ISG とはエンジン再始動と加速時にモーターアシストが可能なモーター機能付き発電機です。コンパクトでありながら従来のオルタネーターよりも発電効率の高い特性を持ち、バッテリーからの電力でアイドリングストップ後のエンジン再始動と加速時のモーターアシストを可能にしました。その結果エンジンの負担が減り燃費が向上します。アイドリングストップからエンジンを再始動させるときは、鉛バッテリーに蓄えた電力を使用して
ISG のスターターモーター機能でエンジンを再始動させます。 ISG によるベルトを介したエンジン再始動はギアの噛み込み音がなくなるのでとても静かでスムーズです。加速中は S エネチャージ車専用リチウムイオンバッテリーに蓄えた電力を使用して ISG のモーターアシスト機能で最大6秒間モーターアシストを行います。加速性能はそのままに、モーターアシストによりエンジン出力の一部を賄い燃費を向上させます。アシスト実行後は3秒間アシスト機能が停止しますが、 S エネチャージ車専用リチウムイオンバッテリーに十分な電力が残っているなどの条件をクリアしていればモーターアシストは再び行われます。走行中はメーター内の液晶画面にエネルギーフローをアニメーションで表示、エコドライブをドライバーに促します。このように加速時にモーターアシストを行うことで軽ワゴン低燃費ナンバーワンを実現しています。また S エネチャージ搭載車はアイドリングストップの頻度を増やしました。アイドリングストップ後、これまでは時速5キロに達しないと次の停車時アイドリングストップが作動しませんでしたが、 S エネチャージ搭載車は時速1キロに達すれば停車時アイドリングストップが作動します。またこれまで時速25キロに達しないと減速時アイドリングストップが作動しませんでしたが、 S エネチャージ搭載車は時速10キロに達すれば再び減速時アイドリングストップが作動。このようにアイドリングストップの頻度を増やすことで燃費向上に貢献しています。ワゴン RFZ のエクステリアは新世代のエコカーらしさを随所で表現した先進性のあるデザイン。ヘッドランプとフロントグリルに連続性のあるデザインを採用。フロントグリルの両端に青く輝く LED イルミネーションランプを採用し、上質感と先進性を両立しています。空間の広がりと先進性を表現したインテリア。インストルメントパネルのカラーを明るくニュートラルなライトグレーに変更。 FA、FX は落ち着いた雰囲気のシンプルなデザイン。ワゴン R スティングレーのエクステリアはよりダイナミックに進化。スケルトングリル下にメッキを施したインテーク形状を追加。スティングレー X はスモールランプに連動して青く点灯する LED イルミネーションランプでスポーティー感と先進性を演出しています。またスティングレー T にはフォグランプ外側に LED イルミネーションランプを追加、精悍さをアピールしています。インテリアはシート表皮を変更、さらにシャープでスポーティーな印象をアピールしています。エコドライブを視覚的にサポートする新衣装のメーター。 FZ とスティングレー X はモーターアシスト走行時や減速エネルギー回生時のエネルギーフローを表示します。スティングレー T にはクルーズコントロールシステムを採用。走行時にステアリングに設けられたスイッチの操作で設定した速度を自動的にキープ、高速走行時や長距離ドライブを快適にサポートします。ワゴン R スティングレーのスマートフォン連携ナビゲーション装着車には
バックアイカメラを使った交代時の後方確認をサポートする新機能が装備されています。交代時左右確認サポート機能は、交代時に車両後方の左右から近づく車や歩行者などの移動物を表示とブザーでお知らせする機能です。シフトをリバースに入れるとバックアイカメラの映像に切り替わります。モニター情報隅に接近方向を示す左右確認サポート表示がオレンジ色に薄く点灯します。車や自転車、人などの移動物が左右から車両後方に近づいてくると、左右確認サポート表示が濃く点滅し、ブザーでお知らせします。ただし、車両の真後ろや、動かないもの、また、自社から遠ざかっていくものなどはお知らせできませんので、ご注意ください。自動俯瞰機能は、白線のある駐車場に後退する際、停止位置が近づくとモニターに表示するバックアイカメラの映像を通常画像から上から見下ろしたような俯瞰画像に自動で切り替えます。シフトをリバースに入れるとステアリングの打角に連動したガイドラインが表示されます。自社が白線と平行になるとガイドラインに加えてモニター左上に駐車アイコンを表示。自社が白線枠内へ進入し、白線の後端からおよそ1から2メートル以内になると、駐車アイコン内に P マークが点滅し、モニターの画面表示を俯瞰画像に自動で切り替えます。画面には、車両後端からの距離を示す目安線を表示、後方までの距離感が映像で確認できます。ワゴン R のボディカラーは全9色。 FZ には光が当たると青く輝く新色のクリスタルホワイトパールを設定しました。ワゴン R スティングレイは新色のクリスタルホワイトパールを含む全5色を用意しました。ワゴン R は FA、 Nチャージ搭載の FX、 そして SNチャージ搭載の FZ の3つのグレード構成です。ワゴン R スティングレイは SN チャージ搭載の X と N チャージとターボエンジンを搭載した T の2つのグレード構成です。先進の低燃費化技術 SN チャージを搭載し、軽ワゴン低燃費ナンバーワンのリッター 32.4 キロを達成。先進の低燃費化技術、そして数々の新機能を搭載した新世代エコカー、革新ニューワゴン R 誕生。